はい、それではね、こちらコットン&レーヨンの、サテンプリントのね紹介になります。まずねこの生地の特徴、綿とねこうレーヨン素材になってるんですよね。で綿のまあ、カジュアル感というかね、まあ扱いやすい、ナチュラル感ですよね。でプラスこのレーヨンが入ってるっていうところがちょっとこうキーポイントになるんですけども、レーヨンのイメージってまあ綿よりもね若干ちょっと光沢感があったりとか滑らかさが出るっていうね、そういう特徴があるので、洋服にした時にねちょっと綿よりもワンクラス上のちょっとこう上品なね雰囲気がねこう出るんですよね。そこがねこうレーヨンのいいところなんじゃないかなと思います。でプラスね今回紹介するこの生地サテンのプリントになるんですけども、ちょっとねこう肉感を今紹介するんですけども、まあ通常のねこれ一見ちょっとローンとかねそんな感じで薄手のプリントに見えるんですけども、比較的ね若干なんですけどもね程よいこう肉感も感じられるんですよね。イメージで言うと秋口にねこう長袖で作っていただくと結構ねそんな季節感もねこう楽しめるようなねそんな厚みになってますので、ぜひね参考にしてみてください。本当にねこう秋口のこう洋服全般っていうねそんな作品がねイメージできたのでちょっとね私もねちょっと仕入れてみたんですよね。はい。で次風合いなんですけども、風合いはねすごく柔らかいですね。もう柔らかいの一言ですね。まあ作品にした時にね着心地の良さもねこう体感できるんじゃないかなと思います。はい。次ドレープいってみましょう。ドレープいいですよね。こんな感じでドレープもねこう綺麗に出るんじゃないかなと思います。はい。で作品なんですけども、まあ、トップスボトムスワンピースですね。幅広い用途でこう使っていただけるタイプとなっております。はい、以上になります。柄もね結構個人的にはねこういうシンプルな柄ね好きなんですよね。まあ、色合いもねちょっとパープルとグレー系とねこうモノトーン調とでねすごいなんかこう作品にした時にねちょっとこう個性的な部分もねこう出ると思いますし、ぜひねそんなね作品で作ってますのでそこをちょっと参考にしていただいてねイメージしていただければなと思います。はい、以上になります。作品のご紹介をいたします。まずこちらねブラウスになっております。とてもねふんわりと可愛らしく仕上がっております。こちらはまずねスタンドカラーがついているんですけれども、割と高めのねスタンドカラーになっておりますので、アクセントにもねなるんじゃないかなと思います。で襟ぐりの周りにもレザーが入っているから、全体的にこうふんわりとしたねシルエットに作られております。ね、袖口もねギャザーが入ってカフスのね仕立てになっているんですね。可愛らしいねお袖になっております。ね、そして、もう一つこちらねチュニックタイプのブラウスを作ってみました。こちらはね襟がありますね。シャツカラーになっているので、またねちょっと雰囲気も変わってカジュアルなね雰囲気になっております。で、これね脇のラインも素敵で、このようにね三角になっているテントラインシルエットなんですね。なので着ていただくと両サイドの方がちょっと下がるようなニュアンスのあるね裾のラインが素敵なデザインになっております。でもねどちらも素敵に仕上がっております。これからの季節もねコートの中にね着たりとか着やすいんじゃないかなと思います。で素材もですね綿とレーヨンなので、こうレーヨン入ってるからこうさらっとねした落ち感とか柔らかい質感になっておりますので、こうしたねギャザーたっぷり入っていても綺麗にね仕上げることができます。ね、ぜひいろいろな、ね、デザインで作っていただけたらと思います。